名東区。名東区は、名古屋市を構成する16区のうちの一つ。名古屋市東部丘陵地帯に広がる完成な、新興住宅地。かつては、多くの灌漑用ため池が点在し、畑、稲作のほか、養蚕や旗箱も栽培する田園地帯であったが、昭和30年代後半から急速に宅地造成が進んだ。社宅や、質の良いマンションアパートが多く、 比較的地元色が薄い地域であるため地元の東海地方出身者のみならず、地方からの新住民や転勤者家庭、学生なども多く在住している。そのため明るい雰囲気のカフェレストランなども多い。名東区はその成り立ちや発展した家庭からして、他地方からの移住者に対して比較的開放的で、外に開かれた雰囲気が強いため、名古屋城周辺の戦前により、 名古屋市であった東区や西区などと比べ際に、その得意性が際立つため、隣接する天白区、森山区と共に、名古屋の出島と呼ばれることもある。転入者を中心に、住民は増加傾向にあり、活気あふれる街が多いのも特徴である。区のシンボルは、名東区生後周年を記念して区民から、名東区のシンボルマークを募集し、最優秀作品を採用されたもので、 名刀の目と人の輪と名古屋インターチェンジのイメージを織り込んだマークとしている。名古屋中心部から伸びる名古屋市営地下鉄東山線が区の中央を東西に横断し、上谷城駅、一社駅、本郷駅などの主要な地下鉄駅周辺のインフラ整備が特に整っており、生活環境も快適なため若い子育て世代に根強い人気がある地域である。それが 名古屋市全体に比べて弱年層の人口比率が高い。市営地下鉄東山線終点の藤ヶ丘駅は2005年3月に開業したリニアモーターカー愛知高速交通東部給料線リニモの始発駅でもあり、愛知万博会場に直結していた。愛知万博が隣接する長久手市で行われたため、万博による経済的恩恵を最も強く受けた地域である。また、 東名高速道路、名古屋第二環状自動車道、名古屋高速のインターチェンジやジャンクショがあり、国道302号、名古屋環状2号線も緑区までの区間が開通したため、東西南北いずれの方角に移動する際にも便利な位置にある。中村区の名古屋駅が名古屋の西玄関、鉄道の玄関であるのに対して、名東区は名古屋の東玄関、道路の玄関として、 交通の要衝となっている。区内を走る名古屋市営地下鉄東山線は、朝夕ラッシュ時には約2分間隔でコーヒーインド運行されており、名古屋市中心部の栄地区まで約20分で到着できる交通支弁な土地柄であるが、その一方で大規模な緑地公園なども点在しており、里山の面影を残す、豊かな自然も多く残されている。 日常的な生活環境も充実しており、コンビニエンスストアやドラッグストアなどの小売店舗の数も非常に多く利便性が高い地域である。名東区は尾張り陵の南西部に位置する。区の東南部にかけて大規模な里山も残っており、稀にいたチやタヌキなどが出没することもある。尾張り陵は農美平野の東側。 瀬戸市から大府市にかけて広がり、標高は60から120メートルと起伏の少ない、緩やかな丘陵地帯で、流水湿地が分布している。新生代第三期新第三期先進予に、農美平野域の東園にあたるさなげ山地から、下半島一帯の流域に伴い形成された。古木曽川が流れ込む東海湖と呼ばれる、淡水湖に堆積していた、砂層、泥層。 されきそう、あたんそうに覆われている。歴史的に東隣に位置する長久手市や日清市とのつながりが深く、名東区内から東部丘陵地帯への交通の便が整備されていることもあり、日常生活において休日などは長久手や日清まで交絡のために出向く住民も少なくない。名東区内においては、イノシシダ緑地内の長久手市との境界にある根だけ。 標高108.6メートルが最高位となる。区北部には、八田川、金出川が東から西へと流れ、上田川が、区東部のイノシシダ緑地を水源として中央部へて、南端へと流れている。そして区内には、池が点在していた。三角点の高さから抽出名古屋市の地名、名東区を参照。名東区は、1975年、昭和50年に、 地区作から文句独立して誕生した。区の名称は名古屋市の東部に位置し、区内に東名高速道路名古屋 IC を有し、名古屋の東玄関にふさわしい名称ということから、名東区と名付けられた。区のシンボルマークも目の字を名古屋インターチェンジのイメージを盛り込んでデザインされている。この地域には縄文、弥生時代より人が住んでいたと推測されている。 松井町近辺より、矢尻、石槍、石符が大量に出土しており、高間町からは亀館が発見されている。亀井遺跡。また、この地域は古墳時代から鎌倉時代の初めにかけて、一大養行生産地であった、さなげよう。区内各地で雇用が発掘されている。律令成果の名東区は、尾張国山田郡、愛知郡に属していたと言われるが、 境界が明らかでなく正確なことは不明である。山田軍に属する里として、中島、海府、羽栗、り、には、春部、山田、愛知、千田と、和名類受賞にある。山田軍は、対抗検知の際に、春部軍と愛知軍に分属して消滅した。奈良時代、名刀区は、山田総として、東大寺書省園文書目録に掲載されている。 西区や森山区にも散在する形をとっている。山田宗は1213年、憲法元年には、言葉上皇に寄進されている。南北朝期には尾張は守護の時より安が支配し、地方武士を悲観化していた。南北朝統一後、越前守護、芝義重が尾張の守護を兼任することになり、柴氏の尾張領支配が150年続くことになる。 ただし実質的に管理していたのは守護台の小田市であった。現在の名東区の大部分は、東笠す郡いぐの小石原村、愛知郡んいの小石村、藤森村、上屋城村、一式村、下社村、高張村であった。これらの村々は、水の大管所の支配下にあった。八田川水系に属する北部と天白川水系に属する南部に分かれ、主要交通路の山口街道。 中馬街道も北部の猪の石地区と南部の高張地区をそれぞれ東西に通っていて南北をつなぐ交通路は近代まで貧弱であった。ただし中馬街道は品野と名古屋の物資交換を果たす上で重要な役割を担った。また高張街道は名古屋から飯田の元善光寺に参詣する道の一つでもあった。産業の中心は農業であり、 米作りが主であった。しかし起伏の激しさや乾燥した土地の多さのため、農業用水が不足した。そのため各地に溜池が百五十箇所も作られた。その中で、区内最大なのが大々館、勝野太郎左衛門吉政の四季で作られた牧野が池である。すり鉢状の地形を利用し、長さ二百四十メートル、高さ九メートルの堤防は、村の男が、洞水用の包みは、 女がと村を挙げての大工事で、昭法三年1646年春に完成した。1810年頃の人口は以下の通り。明治期に入っても明東区の主産業は農業であり、主な産物は米、麦であったが、第二次大戦までは養蚕も盛んに行われていた。最盛期の大正初期で30巻ほどの収量があったと言われる。 しかし戦争の影響による食料増産や化学繊維の増加により、養蚕業は衰退した。また、旗箱の生産が盛んで、ほとんどの家で一端部ほど栽培されていた。しかし旗箱栽培と養蚕の両立は難しく、タバコが政府の専売となって煩雑な手続きが増えたのを、機会に、明治末期にはほとんど栽培されなくなった。また、高針地域で阿ンが産出し、 その端質は優秀と言われ、鉱山局に重要鉱山として指定されたほどだった。明治三十年兵、数鉱山郎が採掘を始めてから毎年、出産量が増加、最盛期には年産三万トンを記録したが、エネルギー革命の波に押され、昭和二十年代で採掘は終わった。現在では農地は少なくなり、多くは住宅地として整備されたが、もともと地形的には、 緩やかな傾斜地帯が多く、かつての里山は江の石高緑地山木野が池緑地などの大規模な緑地公園として形を保持してい、畜作伊高町の時代より人口増加は顕著であったが、名古屋市編入後、区の中心を横断する形で、名古屋市へ地下鉄東山線が開通し、1990年代頃から交通の要衝である、 上谷城ジャンクションの建設が業したことで南北への移動も便利な土地柄となり、特に物流業を中心に事業所を開設する企業も現れるようになり、区内に営業拠点を置く企業も存在する。区の東部には、東名高速道路名古屋インターチェンジがあり、名古屋の東の玄関口となっている。名古屋第二環状自動車道が開通した際に、上谷南インターチェンジが新規開設され、 高架下を走る環状普通自動車道2号線とともに、下半島方面及び東海市や大府市など南部湾岸地域への交通アクセスが飛躍的に向上し、国道1号などの主要国道への所要時間も短縮された。これらの影響もあり、名東区はベッドタウンとして大きく発展した。住宅街としては名古屋市営地下鉄一社駅や上屋駅を 中心として、宅地開発が進み、区の人口も爆発的に増加した1980年代には、区内に公立小学校も新規開校が相次いだ。学齢期の子供を持つ子育て世代の増加に伴い、学習塾などの需要も増大し、地域的な特徴として、個人経営の塾は少ない反面、首都圏や関西圏から大規模展開している有名学習塾が多く、 主に一社駅や藤ヶ丘駅周辺に大手、学習塾が多数立地する地区もある。区内における全体的な治安は良好で、地区作などと比べると、緑地公園が圧倒的に多いにもかかわらず、高速道や一般国道などの交通インフラは高度に整備されているため、特に子育て世代に高い人気がある。公的機関として、上谷城地区北部に区域を管轄する。 名東警察署が所在するほか、丁田町交差点付近には、国土交通省の管理する、中部地方整備局愛知国道事務所がある。名東区が成立する際に、前述の宮根学区が、畜作に残留した一方、かつては、昭和区の一部であった、梅森坂学区、牧野が、池周辺地区新たに編入され、名東区として、文区独立した。そのため、 旧伊鷹町領域と名東区の区域が完全に一致しているわけではなく、北端の宮根学区の畜作残留と同時に、南端である梅森坂学区が昭和区から離脱して新た加わったことにより、今よりも北に位置していた旧伊鷹町の領域が全体的に南方向へ移動した領域となり、名東区となっている。広大な緑地を持つ梅森坂地区の返入により、面積の上からも、 旧板高町より少し広くなっており、内水面も国際的には小規模な湖に分類できるほどの規模を持つ牧野が、池が新たに加わったことにより、区域全体に対する水面積率が大幅に上昇している。名東区成立後は、天白区の上田地区との間で、区画整理の道路に合わせた軽微な境界変更が行われている。かつては名古屋市営地下鉄藤ヶ丘駅が、 終着駅であったため、その先の長久手市や日清市など、名東区伊東の都市や西三河地方に向かうには、自動車が主な移動手段となっていたが、2005年に、隣接する長久手町、現、長久手市から、愛知万博へのアクセス路線として、藤ヶ丘駅から、薬佐駅を結ぶ愛知高速交通東部給料線、リニモが開通した。これにより、愛知環状鉄道の駅でもある。 薬佐駅に鉄路により接続され、愛知環状鉄道経由で JR 中央本線構造寺駅や名鉄豊田線豊田市駅などに移動することが可能となり、公共交通機関の選択肢が増え、JR 東海や名古屋鉄道の主要幹線路線と接続された。名東区内から長久手市豊田市西部にかけては2005年に周辺地域で開催され成功裏に幕を閉じた。 愛知万博に出展されていた各国パビリオンの建築材を再利用したレストランやオブジェなどが灯している。気候としては他の愛知県周辺地域と同様で四季もはっきりしている。冬季は関ヶ原から吹き下ろす息吹下ろしにより風が強い日が多いが、ある程度起伏がある地域のため、沖田地方ほどの強風は吹かない。2006年。 平成18年4月1日現在、猪子石中学校は、畜作の宮根小学校区に所在するが、宮根小学校区の生徒は特別の許可がある場合を、除いて猪子石中学校に通学できない。この警笛学校が、現在の名東区の各小学校の前身となった。南北の道路、東西の道路を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。